た埋め合ってるってこの手もあなたなら信じてくれますか。やばいやる続きをあなたと見たいと思いました。未来もらったこの道を心から信じていいんですか。心ない名もない美徳持ちもない奴がいやいやまだ言ったって悪いけど全部が飯の種だからいっそもう勘だ。でもたったと至極まとめ道をかっ歩してたって完璧はない。何度避けたってやんだりしない。いらん批判のサミダウェイそれすかちゃもういいから全員黙れ真夜中以外での改正俺は夜なんて書けない。未来にかける傷ついた思いさえ燃料なんだ。才能が喉から刺すに言葉の冗談じゃないだろう。そう私は犯人前も最後ただ凡人転生さえなかった子に未来未来に手を振り変だ。未来未来に手を振り変だ。だけ本音で話そうか。世界で心培った常識は大概嘘だった。額のない金ない信用すらない奴になっちゃったらどうすんの。そんなこと言って明日もしくに死んじまったっていいかって話。そうですかじゃあもういいから全額かけろ。目いっぱい勝負を張ってどの線なんて払う。未来は晴れる。この人生こつか何よりも頑張る。かけがえない一生なんだ。かけないともったいないだろう。ライブでも半信半疑貸してくだけのインターネットレップ同時邪水も愛もまとめてレント今も瞑想中だけどファンなら無限。時間は有限しょうもないやつか待ってるような時間をねてばかたれ。そうですかじゃあもういいから全員黙れ。真夜中以外でも返せ俺は夜なんて書けない。未来にかける傷ついた思いさえ燃料なんだ。才能が喉から刺すに言葉の冗談じゃないだろう。そう私は犯人前も最高ただ凡人転生さえなかった子に未来未来に手を振り連で未来未来に手を振り連で触れますか。ご視聴ありがとうございました。今回は手動さんのギャンブル歌わせていただきました。皆さんギャンブルします？僕全くしないんですよね。そう僕ねギャンブルの知識はほぼなくて、そうだから僕の中のギャンブルの知識って全部カイジから来てるんですよ。そうだからねパチンコはねもう沼、そうもう一回当てたらもう何億出るみたいな、もうそういうものを想像してるんですけど、いやだからねそのパチンコ業界の人たちはどうやって採算を取ってるんだろうなと日々思ってるんですけどもね。よかったらね、皆さんのおすすめのギャンブルとか、まあギャンブル漫画でもね、なんかねコメント欄に書いてってくれたらすげえ嬉しいです。チャンネル登録高評価通知ボタンのプッシュをよかったらよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。マシューでした。バイバーイ。